青人くんの中間アート情報。青、地球は青い。青人くんの中間アート情報。青人くんです。今週も展覧会レビューが果たせずすみません。まだ顔が肌色です。顔が青くならないと困ります。青人くんたちは体調を崩すと肌の色がくすんで肌色っぽくなってしまうのです。このチャンネルではアート情報ウェブメディア東京ライブ&エキビツに掲載されたものからピックアップ。関東1都6県のギャラリー美術館で1月22日月曜から1月28日日曜までの1週間に始まる展覧会イベント情報を8件をお届けします。これからご紹介する展覧会で面白そう、興味ある、行きたいと思われた方は下の概要欄に東京ライブ&エキビツの掲載ページの URL を記載しておきますので、詳しい情報や作品画像などぜひご覧ください。アートは本物を直接見るのが一番です。またチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。最後までぜひご覧ください。今週のアート情報スタート。ブル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 。1月23日火曜から4月14日日曜まで建立900年特別展、中尊寺金色堂、東京国立博物館本館特別5室、台東区上野公園。中尊寺金色堂の建立900年を記念して開催する特別展です。堂内中央に設置された趣味壇に安置される国宝の仏像11体のほか、国宝金土花梁瓶画門家幔をはじめとする貴重な工芸品の数々が展示されます。会場では 8KCG で金色堂を原寸大で再現、黄金に輝く空間も体験できます。またこの展覧会では最も重要ともいえる中央壇に安置される国宝の仏像11体全てが歴史上初めて寺の外で公開されることになります。1月24日水曜から1月30日火曜まで全エキヒビジョン Living Things 日常に潜むもの、阪急メンズ東京1階メインベース、千代田区有楽町、日本初のプロパルクール選手でもありアーティストでもある禅、人間の潜在的な可能性や日常の非凡さに光を当て、当たり前になりがちなものをモチーフにした禅エキヒビジョン、リビングシングス、日常に潜むものが開催されます。作品制作を通して禅が追求していることは、人間の潜在的な可能性や日常の非凡さに気づかせ、当たり前になりがちなものを再認識させること。今日の社会で多くの人たちが抱える当たり前というプレッシャーから解き放された鑑賞者の独自の視点を見つけ出すことだと言います。1月25日木曜から2月25日日曜まで大山エンリコ・イサム個展ブックカバーズ・ブックエンズ・ナディフ・アパート渋谷区恵比寿アートブックとプロダクトギャラリーが併設するナディフアパートの特徴に着目し、さまざまな技法を用いて書物にまつわる事物の翻訳を試みた作品群や、本展開催に合わせて制作されたマルチプル作品を発表します。展覧会について大山はブックエンド、ブックケース、ブックカバー、ブックページ、ブックストア、本展では書物にまつわるこうした事物が過渡期にある中、それらを旧来の役割から転じた別の可能性、すなわち美術表現のためのフィールドに読み替え作品化すると言います。どんな風に作品化されるのか興味が湧きます。1月26日金曜から2月12日月曜祝日まで、
チャルカックマガジンエキビジョン、ニューエイジアンフォトグラフィー&ソウルバイブ、パルコミュージアム東京、渋谷区宇田川町。韓国ソウルで生まれたフォトマガジン、チャルカックマガジン。これによる日本初の展覧会です。多様な文化圏で育ち、多様なバックグラウンドを持つ彼らの作品を通じて、現在そして未来における写真とは何かを考察していきます。また日本初のインスタントカメラ写るんですなどを用いて撮影したスナップ写真を展示、ソウルの視点で編まれた様々な写真表現をご覧ください。1月27日土曜から4月7日日曜まで、印象派モネからアメリカへ、ウスター美術館所蔵、東京都美術館台東区上野公園。アメリカボストン近郊に位置するウスター美術館は1898年の開館当初から印象派の作品を積極的に収集してきました。この度ほとんどが初来日となる同館の印象派コレクションを中心に、日本でもよく知られるモネ、ルノワールなどフランスの印象派に加え、ドイツや北欧の作家、国際的に活動したエ・サージェント、さらにはアメリカの印象派を代表するハッサムらの作品が一堂に会します。また同展ではこれまで日本で紹介される機会の少なかったアメリカ印象派の知られざる魅力をご覧いただけます。1月27日土曜から2月18日日曜まで、ヤイリ・コウイチ個展、コウイチ・ヤイリ24シャープ1サイ渋谷宮下パーク。ヤイリ・コウイチはペイントと印刷技法を駆使する技法のコラージュを用いた制作技法と、多様な形にシェイプとされたキャンパスを用いて、一見ポップでありながらどこか静寂と繊細さを備えた表現で知られています。また展示空間全体を一つのオリジナルストーリーで紡ぎ、まるで絵本を読み進めるかのように構成される展示方法もユニークです。これまでロンドン、ソウル、香港、福岡、そして東京での個展成功を経て迎える本展は、作家としての一つの集大成であり、新しい表現開拓の場となることでしょう。1月27日土曜から2月17日土曜まで、ソウ・ソウエン個展、 Let us see what do you see、 銀座ツタヤ書店、ホームコンテンポラリー、中央区銀座。ソウ・ソウエンは自己、他者、身体など性に関する事象を軸に、絵画やインスタレーション、パフォーマンスなどの作品を手掛けるアーティストです。ソウの代表作の一つ、タイシリーズは、人物の正面写真をピクセル状に分解し拡張して描いたポートレート作品です。今回の作品のモデルとなるのは、 Google の画像検索フォームを使用して、正面写真という言葉を英語、中国語、ヒンドゥー語、スペイン語、フランス語と、2023年に世界で話されている言語ランキングの上位の言語で検索し、ヒットした画像から選択した見ず知らずの人なのです。作品はあなたにどんな問いを投げかけてくるでしょうか。1月27日土曜から4月14日日曜まで、桜と花と鋳造作品展、桜市立美術館、千葉県佐倉市。この展覧会では、桜房総にゆかりの作家たちが描いた風景画や生物画など、花に関わりのある作品を中心にご紹介します。期間中の3月から、桜市立美術館がある城下町のイベント、桜に染まる町、桜や印旛沼のほとりにある桜ふるさと広場にて、桜チューリップフェスタが始まります。春に先駆けて一足早く、
桜市立美術館に出かけてみてはいかがでしょうか。さあ、今週の週刊アート情報はいかがでしたでしょうか。下の備考欄に今週の展覧会情報の URL を記載しておきます。また、ご紹介した展覧会以外に他にもたくさんの展覧会が始まります。大人気の展覧会の無料ご招待券プレゼントも実施中です。ぜひウェブサイト東京ライブ&エキヒビツをご覧ください。アートは希望です。スーパーウルトラエナジードリンクです。地球は青い。来週は顔を真っ青にして、上野の東京国立博物館で開催される特別展、中尊寺金色堂を見に行ってきます。では皆様、世界のあちこちがとても悲しく耐えられませんが、愛と安心が地球を包み込むよう心よりお祈りします。ではまた来週。ブルブルブルー。